はい、カメラマンの石山です。今日はですね、ちょっと珍しく立って動画ね撮ってますけども、先日購入したこの 200-800mm RF レンズ F6.3 から9ですね。そしてボディが今 EOS の R3 をつけてます。このセットはこのままの状態でカメラバッグに収まるといいなっていうところなんですけども、新しくねバッグを買わなくてはいけないのか、もしくは今持っているカメラバッグの中でこれを収めながら他のちょっとね必要なもの、電池類とかね、フィルター系とか、あとはそうですね、サブカメラ的なものを持っていけるカメラバッグはあるのかなというところで、いろいろとですね検討していたんですけども、普段使って仕事にね持って行ってるカメラバッグ、大きいのがありますけども、それはね難なく入ります。ただちょっとそれだとねやっぱり重すぎるし、いらないものをたくさん入れてしまいそうで大変になってしまうので、それはねなしだなっていうところで、こちらのね、シンクタンクですけども、最近買ったバッグになるんですけども、一番いいのはねこれに入っていけばなんかすごくいいなって思ったんですけども、入れようとしたところ残念ながらもう入りませんでした。なのでこれはダメでしたということで、もう一つ消えましたね。でもう一つ、こちらロープロになりますけども、 400AW というねシリーズで、今もう売ってってるのがちょっとわからないんですけども、結構ね前に使ってました。これはね3ニッパに 1DX とかを入れつけた状態でしまって、鳥の撮影とかねよく行ってたカメラバッグなんですけども、これは普通に入れることができました。ただ他のね、機材がそんなに入らないなっていうところで、ちょっとね今入れてみようと思いますけども、もう今ね仕切りをこの 200-800mm 仕様に切り替えているんですけど、こんな状態になりますね。で入れるとねこういうふうに一応入ってきます。すっぽりとねちょうど長さ的にはぴったりな感じなんですね。で、横のですねこちらの方に仕切り板があって、3つのポケット的なものができました。このポケットにはですねこの富士フイルムさんの XE3 と 15-45mm をつけた状態でここにねすっぽりと入ります。なのでここに電池類とかですね、あとちょっとした小物類とかを入れることは可能かなという感じです。で、しっかりとね、しょっていけるの でここにねポケットが一応あるので、ここに少しいろんなものもね入れることはできます。ということで、これ一つの候補ですね。ただ三脚とかはですねつけようとすると、ちょっとかなり小さめの三脚とかでないときついかなっていうところがねあります。でもう一つの候補がつい最近ねレビューしましたけども、モンベルさんのフォトウォーカーパック25リットルですね。もう製造がねちょっと終わってしまってるバッグになりますけども、これもですね、入りそうです。で普段こちら山にね行く時にということで、持っていこうとしているんですけども、200-800mm縦にねさっと入ります。入りました。で横がね結構開くんですね。ここ開きます。かなり開きます。なのでここにですねこれが入っていきます。そしてサイズ的にはこのカニフィルターさんのねこれセットですけども、これもね普通に入れることができます。それでちょうどね同じぐらいの高さで、ゆっくりと閉まるという感じですね。この状態です。で三脚はここに入れることができるというようなね形になるので、
収納力でいうとこのモンベルさんの方があるのかなっていう感じなんですけども、使い勝手がどっちのがねいいのかなっていうのがねまだわからないので、ここはですね、両方ちょっと持ってどちらにも入れていろいろとね撮影出かけるときに検証して、こちらの方が使いやすいなっていうね答えを出していこうかなと思います。で、サブカメラをどういうふうにするのか、キャノンの R を持っていったり R5 を持っていくのかで、レンズをじゃあどれにするのかとかね、もしくはもう XE3 と XC1545 のセットだけをするのか、もしくはオリンパスをサブカメラ的に持っていくのかみたいなねところで、ちょっとねいろいろと検討したいなっていうふうにね思ってます。どちらにしろやっぱりこのサイズをねカメラバッグにこう入れて持ち歩くってなると、大きいので、もしくは新しく専用のねカメラバッグ買った方がいいのかなと思うんですけども、でも1台で行くということは多分ないので、で R3 がねダメだった時のことを考えると、R システムを2台持って行ってた方が、ごまかしは効くかなとかってね、いろいろとちょっと考えたりはしてるんですけどもね、その辺は実際に使ってみて答えを出していこうかなと思っております。ということで、カメラバッグ、皆さんねなんかいいカメラバッグがあったらね、ぜひ教えていただければ検討もしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。